ありがとうございます、サイバス刑事くん。よっしゃ、最悪や、早すぎる、頭が。もうね、完全にやっちゃいけないことを私はやった。はい、ははー、脳汁やばい、脳汁。お願い、欲しい、ありがとうございます。いやー、本当に、いやー、よーし、OK。 うわー、さあ250ゲット。今日は秀吉決戦がだいぶ強いぞ。初のグラちゃん収録です。レちゃん編集部の葉月です。大好きな化け物語でデビューしたいと思います。まあ、とりあえずがっくんチェック。初めてそのグランパ大久保お邪魔するんですけども、全く癖とか分かっておりません。まあすると思います。はい、しました。さあ、いきなり降格ステージですかね。まあこれでチャンス目とか引けたらすぐに解除進むかな。いきなりチャンス目引けました。まあ黒背景なんで CZ 行くかな。今日めっちゃいいスタートかもしんない。開文字でっかい。まだ開始20ゲームだよ。さあ、赤背景です。まあ、来てくれると思います。さあ、というわけで22ゲーム初の解除の儀です。迷いまいまい。私の選択ヒロインは大好きななでこちゃんなんだけどな。だから目的地、お母さんの。さあ、自力 CZ 解除の儀、ここでスイカ、あー色変わんない。お、うまい。いきなり枠が虹色に。やったー、もうこれはまあ当たり濃厚です。めちゃくちゃ幸先良くないですか。はい、いや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 、からの
めっちゃいいよ。42ゲーム投手が2本初当たりでございます。ハッピーテイムスタートです。いや久々に動画で好スタート切ったな。もう普段結構辛めの機種ばっかり、まあ、ゴッド系ばっかり打ってます。デカップ次回予告です。まあ、左だけ貝塚らが停止だったんですけども、次回大チャンス、キリン柄久々に見た。ここで負けちゃってもこの辺でなんか起きるでしょ。かわいいファイアーシスターズ、私このせーのめっちゃ好き。ボーナスをくれ、ボーナスをくれ、荒垣くんまで連れてきてくれた。ことぶき、バイバイチャンス、ありがとうございます。では初のバイバイチャンス頑張るよ。5枚ここ光っちゃった。下段でベル下がっちゃったよ。だよね、超バイバイいっちゃった。やばくない？うわめっちゃ頑張ろう。忍ぶ変換とか出てきてほしい。超バイバイだよ。そうそう、それこっちも変えていこう。嘘じゃろ、待ってください、こんな超バイバイダメですよ。嘘だー。あー、あんなに活かせない超バイバイあります？めげないけど、もうちょっと行こう。よし、私の超バイバイ、超バイバイ追いつきた。8×13 倍で104枚獲得です。右左中、はい、超バイバイ。お、ボードアップしました。今日やばいぞ、スタートがトレステージまで行ってくれました。もうここでボーナスとかバイバイチャンスを引きまくって、もう枚数いっぱい増やしちゃおう。いや、これでほらもう最高、化け物。化け物語バイバイチャンスです。リベンジだ。さあ光った、4倍はでかい。おー終わっちゃった。48枚、まあ、高確率中なのでまだまだバイバイチャンス期待できます。あー
落ちちゃった。バイバイ、1回しか取れなかったよ。はい、1回目のハッピータイム、113ゲーム367枚、まあ、超バイバイ入った割にはという感じだと思うんですけど、まあここ光ってくれれば、なんかの間違いでないわな。第1回目のハッピータイム終わっちゃったよ。最高の出だしじゃないですか。カイチェリー、これは美味しい。降格中のチャンス目、いや降格中のカイチェリー。お、いけるのか。無理だよね、なかなか羽川さん捕まえられないですよね。ヒロイン選択してないと。チャンスパターンでも、おー、日立さん降りてきた。日立さんこの時体重5キロ、もうちょっと早く落ちるんじゃないかなっていつも思っちゃう。というわけで、あ、変化した。ヒロインで怪獣、さあ38ゲームです。おー、これはちょっと1回目回想はあるけど、背景黒です。継続してくれました。よし、ここいいよ。うまーい、カイズ柄ぞろいです。いいな、やっぱりかわいいよなでこちゃん。はあ、天使さあ引き戻しました。というわけで引き戻しですね。トータル422枚獲得です。終わらせたくない。おー、ありがとう。この 3ゲームの間にチャンス目なり子役を引くとハッピータイム継続です。150枚まるまる返ってくるっていうのがめっちゃいいですよね。500枚突破、まだスタートして30分くらいですよ。いやー、愛だな、やっぱり。というわけでこれも引き戻しです。合計573枚。おー、素で引けたよ。やばい、超強い。一緒に遊ぼう。継続です。めっちゃ強い今日の私。ただバイバイチャンスをまだ2回しか引いてないんですよ。ここで伸ばせばもう夢いっぱいやと思うんですけども。いやー、めっちゃ発展してくれるんだけどな。お、これはいけます。後ろに後期の文字が、やっと言ってくれた。
さあバイバイ3回目でございます。次こそ5枚スタート。9枚出てきた。あれ取りたいな。これを取りたい。取れる取れる。うわー取れてもいいじゃん。ここで燃え尽きるのは早い早い早い早すぎるよ。24枚で、はい、トータル757枚。はいや。で今もう2回引き戻してます。ここでラスト1回。まあ、スタートからやっと通常っていう通常っぽい感じの、まあ、バタつきは落ち着きましたね。当たってほしいに越したことはないんですけども、まあ、私のこととかも結構喋っていきたいなって思います。まあ、関西の編集部員なんですけども結構方言とか出てますか。今ちょうど東京6連泊とかで、まあ、長いこと東京に滞在してるんですけど、大阪に帰った時にこう実家とか行ったり友達とかと会ったら、あ、染まってんね、なんなんその喋り方って、なんかちょっと裏切り者みたいな扱いを受けます。どうしたらええんって。映ってんのかな、やっぱり関東の変な、なんかイントネーションが違うってよく言われちゃいます。にしても朝のあのはしゃぎっぷりがどこに行ったんだいってぐらい今静かです。もう間もなく250ゲームですね。まあ、私はずきグラちゃん初収録でございまして、どうにか爪痕を残したいわけです。となると、お、スイカの後のカイチェリー、これめっちゃいい。88ゲームなでこちゃんで怪獣の儀。怪獣開幕。はい、チャンスパターン押して。さあ、まあ確定ではありませんが、押してのパターンはかなり熱いです。お願い。あー頑張ったんだけどな、最後の最後強いの一個も来なかったな。ここでよし、迷いちゃん。まあここ経由するだけっぽいです。よし、お、赤背景だ。お、だいたいさっきのカイチェリーから20ゲームぐらいなので、多分カイチェリーで解除入りました。282ゲーム、初の駿河さん。よし、それ押せ、出たよこれ、さっきのやつ。吸血、さあこれはかなり期待できますが、チャンスアップが欲しい。赤、赤だよ背景が。こっちも赤、いけ。よし、今回は成功しました。
左回で押せ怪獣の儀成功です。292ゲーム持ちメダルです。こうハッピータイムって入ってすぐが一番大事やと思うんですよ。まずハイのボードのところですぐ子役引いてすぐバイバイに入れて、ほんでもうここの残りを増やしといてまた自分でチャンスを作るっていう、もうあの段取りができなかったらなかなか150枚で終わっちゃうことが多いんじゃないかなって思います。いい終了、バイバイいかんかったな。ないか。というわけで、まあ約150枚でさらっと終了です。さあ追加投資でございます。2枚目です。いやースタートめっちゃ良かったんだけどな、まあ、動画撮っててよく思うのが、まあ今なんかまったりしてる感じだし、なんかトークでも言おうかなと思って喋り始めた途端にまあまあ強いレアを引くにあやかろうと思います。じゃあこれ人生で初めて韓国式赤すりに行った話自分でもこの話どうなんだろうと思うけど、で私サウナとか岩盤浴の類がめっちゃ好きで、まあ、週 2,3 ぐらい行くんですけど、今日は赤すりをつけるとなんかすごい安いよっておすすめだよってカウンターで言われて、行ったことないんだけど行ってみようかなと思って、じゃあお願いしますって。でまあ赤すりって多分なんかこう体をするというかこう擦ってもらって綺麗にしてもらって、まあ、さっぱりみたいな、まあ、単純なイメージで行ったんですけど、その違った部分がですね、韓国式ものすごいド S なんですよまず時間になったから、あお風呂で15分ぐらい体温めてここ来てねって言われて、じゃあ15分ぐらい温めて、まあ、真っ裸の状態でカーテン開けてすみません失礼しますって予約してました、はずきですってはいここ寝る、違う上向きとかしてあはいはいはいすいません、あんた初めて、ははいそう、じゃあ体ここする痛かったら言って、あ、わかりましためっちゃ痛いの、もうもげるんじゃないかなって、肌がもげるんじゃないかなって、痛いです痛いですって言ったら、あんた汚い汚い汚れ出る汚いそんなに言いますってぐらい、なんかボロクソに言われて、終わったって言って体こうやって流す、立って、でも私もう怖いなと思いながらピーンって立ってシャワーでこうやって流してくれるんだけど、はい綺麗になった、あんた若い、また来たら綺麗になる、また来て最後出れみたいなまた来て、でなんかちょっと初めてそのおばさんの笑顔を見てまた行こうと思いました。何この話よしやったー、695ゲーム総投資が15本、ハッピータイムスタートです。あー終わっちゃったよしレイク、あー駆け抜けた、あっという間だった、早っ2人目から4人目早っ、金札です。第3ボタンで忍が出ました、これも降格の示唆です。
中で発展です。これスイカこぼしたかな。いや今のびっくりした。まあこれも確定じゃないんですけど、かなり熱いパターンです。メダル足りるかな。よし、669ゲーム、総投手が34本です。真ん中普通止まりますよね。よし5枚やっと入ったよ。バイバイ。絶対頑張る。これはダメ。よし、うまい。ちょっと保留が弱い。まだダメ。55、残り100枚。はい、236枚です。いやちょっともう一回すぐ会場行くことを祈ります。お、出てきた回の文字。ただいま17ゲームです。めっちゃ待つ。よし、これでさあ、荒木くんから来てくれました。怪獣です。ヒロイン、ちょっとチャンス。よしよしよし、わあ、そのパターンか、かわいいな。もう小悪魔なんだから。というわけで引き戻しです。いやー、よかった。おお、デカプッシュ。あー、プルプルしてる。バイバイチャンスです。5枚光った。よし、やばいよ。変換が3つもあります。ついに僕の時代が来た。きーたー。ない、うち1個しか成功しませんでした。続け。おー、えぐい。よし、4倍はでかい。続け、続いた。バイバイチャンス、楽しい。よし、なでこ保留あります。なでこ保留あるんだよ。よし、さあ、よし、どこが変わる。そう、
192枚。よし伸びた。あ、モードアップ確定です。これまで行く調子が上がってきました。たまらん。よし、乗ってきた。10枚、ギター 5%。 10枚スタートはものにしたい。どうだ、ちょっともったいないぞ。8倍が見えてきたんだ。次8倍。うわー、8倍だったら80枚なんだよ。なんでこんな時に限って。もったいないよ。あー80枚、終わっちゃった。721枚。ないか。はい、次戦終了です。結果はエンディングで。はい、ただいま実戦終了いたしました。結果の方ですが、投資が1700枚、そして回収が526枚、サマイ数がマイナス1174枚となっております。負けてしまいました。いやでもですね、あのスタート見ましたでしょ。半端なかった。てかもうあそこが今日の山だったと思う。もう見どころあそこだったと思う。後半最後の最後、ちょっとだけちょっとだけ頑張ったんで許してください。あと私のよくわからないトークもね、お楽しみいただけてたらなと本当に願っております。まあ初回ですからまだ生き残れるかわからないですけども、また登場した時には2回目、3回目も皆さん見てくださいね。そして最後に店内状況の方も撮ってきました。どうぞ。はい、それでは店内状況をお伝えしていきます。はい、モンスターハンターのコーナーです。まあ角台が明け台になっているので前台系ではないのかな。まあ偶然にもですか、今ちょうど討伐するばっかり。あそこもう半端ないことになってますけど、角から2番目、あれ全部一撃だそうで、まだ確定とかは出てないみたいです。エイデカセブン2、こちら左の方がもう直撃引いておられます。でこちら右の方もハイパービッグボーナスがかなり寄ってるよとのことです。でもこっち2台ともかなりいい感じじゃないかなと思います。でもしかしたらここ3台並びで、ね、G1 ダービークラブ、こっちもいいかもしれませんね。結構塊で今日は寄ってる感じっぽいです。アニバーサリーパネルの方ですね。まず角の方ガサ105です。でこちら今さっき回り始めた台とその一つ飛ばしまして、こちら117で、ここもまだ回ってありません。で一番角が今合算126で、回ってないのが結構3台ぐらいあったんですけども、もしかしたら前台系でとかもありえるんじゃないかなと。まだ回ってないんで、番長シリーズ、まずこちら角2台、半端ない出玉になってますね。もう合算が30なんぼと30、32、一撃で出たのかな。さあさっき聞いてきたんですけども、バジリスキルな真ん中の方2台ですね、調子が良かったんですけども、確定出ましたかっていうとまだ出てないとのこと。お、ここもすごい。今もう3箱積んでますね。で結構もう当たりがついてるんですよ。ここですね、161番と160番、さっきここめっちゃ人変わってますけど、一撃じゃなく結構出玉を伸ばしておりました。
まあ、店内状況ですね。朝一人気だった魔法少女まどかマギカシリーズが今は結構お客さんが剥がれてますので、まあ、今日は外れで他のところに結構入ってるんじゃないかなと思います。でモンハンもいつも結構ここ強いよってユーザーさんおっしゃってますので、まあ設定も入ってるんじゃないかなとちょっと思っております。以上です。